バルモク、我が敵を立て。ちょっとあの声高すぎてモノマネできなかったわ。はい、ということで、皆さん、モコウと申します。まあ、前回ね、マスター昇格戦を迎えることができました。で、今回マスターに、まあ、昇格戦挑んでいくんですけども、実際に。まあ、あれ、いろいろ熱気をね、考えました。まあ、コントロール、ロイヤル、ネクロ、あと、エルフ、ビショップ。ただ、そんな中で私が選んだのは今回、多分みんな想像もしなかったと思います。秘術ウィッチです。はい。さっき見てもらったけど。これ。もうずっと好きで、実は。もう裏でね、ずっとこそこそね、ランクマじゃなくて、振りで使ってたんだよ。で、どうしても今ここで、本番っていう環境で一回試してみたくて、まあ、仮にこれで失敗しても、いいじゃん。それはそれで一つの経験というか。なんで今回は、もう誰しもが想像しなかったも、手術ウィッチで、手術じゃない、秘術ウィッチで、マスターランク昇格戦、挑んでいこうかなと思っています。3戦中2勝で昇格です。はい、行きましょう。なしよ、本気で行くわ。ここが新たな戦場か。いざ行かん。はい、マッチングいたしました。ではですね、よろしくお願いします。オリビエはまあとりあえずコスト重いんで外して、まあ相手ロイヤルやからこの2枚でいいんじゃないかな。序盤防げるし、まあただちょっとこうなってくると秘術の数が多すぎると、土の数が多すぎるがあまり、まあどうなるかわからない。わあ、まあ、ただ崩せず転換していくか。もう序盤はとにかく転換すること大事なんで、はい、やっていきましょう。不屈の兵士、さあ2ターン目動けへんぞ。ニコス、ああ、クズ鉄2枚はでもちょっと出しすぎな気がすんねんけどな。ただちょっと出しましょうか。やることもないし、4ターン目にレミラミ引けばいいだけの話や。おお、オッケーオッケーオッケー。さあ相手なんか最近さ、微妙になんかその古き良きミッドレンジロイヤルが入りつつあるって聞いてんけど、ほんまかな。さあ、ここはエンシェントアルケミスト。まあ、5ターン目、6ターン目から結構強く受けるんで、まあ、それまでの辛抱って感じかなと。ノービスルーパー。あ、オッケーオッケー。序盤しっかり耐えしのいでるから。で、虹の輝きか。まあ、虹の輝きで戻そうか。これ戻して展開もありやけど、相手の場のフォロワーをやっぱり削ります。終了。ちょっと間に合うか心配になってきたな。さあ買おう。靴の兵士歴戦、うん、いけそう、いける気はしている。錬金術からうん、いや、エンシェントアルケミストで行きましょう。で、進化で歴戦取ろう。これで決めるわ。まあ、次結構でかいの飛んでくると思うけど、これ多分、でもやっぱ多分ミッドレンジだと思うで、これ。うん。横に並べてこい。横に。6点は飛ぶの覚悟した方がいい。6点は。6、7点は飛んでくる、ここから。フォアパラ。エンバレ。なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。わかった、わかった。OK。破砕行きましょうか。破砕行こう。破砕、ね、
上級アルケミスト引きたいな、上級アルケミスト。乙姫、うん、なるほど。まあ、誘ってたんやろうね。まあ、でも、いや、これはこれでね、いいよ。これはこれでいい。演術の儀式、樹式。まあ、ここ、こう取るでしょ？いや、こう取ろうか。で、ガーディアン、とりあえずガーディアン進化させましょう。はい。で、さらにちょっと土にまみれていくで。コートル、演術の樹式、そして錬金術の代償。で、次あたり展開されるであろう、フロントガードジェネラルに対して変性の魔術使おう。多分全然しのぎきれるはず。渾身、これはきつい。任せてください。渾身か。渾身政治。なるほど、もう顔取ってくると。二次でも顔を取るわけか、相手は。ってなってくると、まあ、とりあえず編成で、消滅ですわな。はい。で、さらにやはりガーディアンですわな、ここはな。で、着々と運命の導きをスペルブされていく。で、ガーディアンゴーレム進化で4号もまあ取りますわな。ええー。で、やはり盤面残したくないから、ここはもったいないけど、こういうトレードしますわな。で、やはり守護もう1枚並べますわな。はい。で、相手の手札は残り2枚。そして9ターン目、オリビエが出てくる。エンバレ、うん、やっぱり守護展開してよかった。歴戦、ただこれデモ外で死ぬからね。だからこそ回復が欲しいっていうのあんねんけど、ここはもう、いやでも俺的にさ、オリビエじゃなくてユニコーン、ユニコ出した方がいい気がする。ちょっと待って、オリビエちょっと一旦待とう。ルーキーアルケミックからの、まあ、ガーディアン、で、ユニコ、で、導きも一個捨て使って、虹の輝き。よくないっすか、これ。直ダメ来なければ、まあ、いける。で、ユニコがおるから、回復できるから、多分そっち優先した方が良かったんじゃないかなと思ったんですよね。うん。で、次、パメラもあるし、これ面白くなってきたよ、これ。うん。さあ、相手再び歴戦を展開してくる。椿が無効化される。あ、ただ椿ちょっと怖いな。潜伏やからな。しかしながら、ユニコが毎ターン回復し、おっき、来た！これでよし。ここはね、やっぱ回復優先っすね。いや、パメラでも一気にバッコンでもいけよな。あ、パメラでもバッコンいくこれ。パ、もうパメラ使ったのかこれ。だってさ、5点取れないでしょ ?2 枚じゃ。次のターン相手取る手段ある。だってパメラ行くわ。パメラでとんでもないことになるからな、これ。でもうレミラミも出したしょこ。おい。これちょっとやばいな。これお前って無理やろ。嘘。え、でもセーフやんな、セーフやんな。え？やるな。え？あ、よかった、危ねえ。
あのね、いやちょっとすいません、ロマンに走っちゃった。そうか、アレクサンダー忘れてた。そっか。いや、あれユニコの2回復なかったら死んでたやんけ、俺。ってなったら上級アルケミスト出すべきやったやんけ。うわー、怖かった、危ねえ。ちょっと調子乗りました、すいません。ただこれで一勝できたんで、さあマスターへの道が一歩近づきました。もう一戦行きましょう。マスター昇格戦2戦目。さあ相手マスターランクのロイヤル。手加減なしよ、本気で行くわ。正直ロイヤル相手やったらだいぶ強く出れるんで、このデッキ。しかもこれいいっすね、完璧っすね。ああ、やっぱ一旦目にクズ鉄出せるとだいぶアドバンテージ取れるからね。あとやっぱ虹の輝きとか、炎術の樹式とか、炎熱の樹式とか、あと、錬金術の代償とかで、2コス、2、体力2以下を一気に殲滅させられるんで、ほんと序盤の流れさえしのげば、あとはもうほんと、秘術で、あと取っていくだけやから、オッケーオッケー。よろしくね。はい、クズ鉄出しましょう。不屈の兵士。さてここ悩むねんけどな、虹の輝きでもいいのかな。いや、ルーキーアルケミストなのかな。実験って楽しいよね、うん、早めにこの運命の導きをスペルさせたい。うん、手札にスペルも3枚、いい感じだ。これも多分だいぶ回ってますね、だいぶ回っている。ノービスト、オッケー。ノービスト取りますか。ノービスト取って、虹の輝きで、あ、ごめん、ターン終了しちゃった。あ、まあでもいいんだよね。よし、ノーマン現状で7ターン目までどうにかしのぎきれればって感じやけど、ちょっと手札がな、弱いのかな。まあ、ガーディアン、雄大かな、次。このまま何も引けなければ。祖国のために、あ、レミラミ引きましたけど、ちょっとここは、まあ一応先ドローで、雄大なる教え。からのガーディアンの連成。で、セグもかけていく。もう、ここ絶対進化取ります。で、まあ、次、まあ、レミラミムーブだね。レミラミルーム、レミラミブーム、ムーブ。で、これ、こいつがフロフェンに対してね、ああ、有利に取れると思ったら、なるほど。ああ、指揮官なのが強いよな。アドブレで有利取れとされると。なるほどね。炎熱の樹式引いたから、ここはフォロワーを残してしまう取り方するんじゃなくて、デュアルウィッチレミラミで。樹式と、編成でいこう。ちょっともったいないけどね。うん。とりあえず7点前までしのぎ切れば、喉の秘密研究所もあるわけなんで。なんなの今マスターランクは何なの。やっぱミッドレンジがまた流行ってんの。乙姫出されたらがちょっと怖いけどな。うん、乙姫が一番怖い、おそらくは。アルビだ。そのまま顔に3点。ファメラはまあ出す意味ないでしょう。ここはまあ雄大なる教えからデュアルビーチレミラミで。サタン引いた。しのぎ切れるかな、これ。
これで一応7ターン目完璧なんですよね。ちょうど1個残して、ノノの秘密研究所やろ。ただ次のターンどんだけ持っていかれるかやな。まあフロントガードジェネラルとかが来るぐらい分にはまああんまり問題はない、問題があるとは思っていない。なんか今 LINE 来ました、すいません。さあどう来る相手。政治かな、政治か。あ、やっぱミッドレンジや。6点か。すでに勝利は目前だな。あ、そこ取るんや。まあ政治取られないようにするためって感じ。なるほど、わかりました。では野々の秘密研究所行きましょう。そうするとファンファーレで1杯出てくるから、このガーディアンゴーレム進化で、まぁ、あ、ちょっと椿怖いけど、まぁ、あ、どうせこのターン収録もう1体出てくるから、ここは食いぶれ取るか。いや、どうすべきやった、今の政治取るべきなんかな。でも多分、あ、でもアレキサンダー来たら、そ、やべ、アレキサンダー来たらきついぞこれ。あ、俺しまったな。政治取るべきやったかもしれん。だって結局次政治からこの三取ってくるでしょ、順当に取ってくるんであれば。え、あ、乙姫か。破砕飛行、破砕引きます、破砕。破砕引きます、これで。うわっと、引けないが、引けないけど、まあいい。樹式からの、アルケミック。で、一体処理、オッケー。で、ルシフェルも引いてる。守護も出てくる。ええ感じ、ええ感じ。政治か、また。死の教え。ちょ、寄ってくる。さあ、ここしのぎ切りたい。絶対にしのぎ切りたい。さあ、取ってくる。ノービスト。不屈の兵士。手札切れへんな、相手やっぱ。アドブレのせいで。ただ11点。うわー、樹式。いや、でもここはね、むずいな。不屈の兵士取った方がええんかな。肉体労働は苦手だな。不屈の兵士取った方がいいのかな。むずいな。不屈取りますかね、やっぱりね、ここね。不屈を取ってルシフェルかな。で、サンサンが出てくると。サンサンは多分乙姫で除去られるし、どうせ。さあ、ルシフェルで4回復で、再び15点。間に合うか。さあ、墓地は17枚だから、まだ冥府は遠い。うわぁ、きっつー、椿か。椿さん来ますか、そこで。さあ、ののがもう次で切れるぞ。ちょっと苦しくはなってきた。そうやって火力を上げていく。メイドリーダーでデッキも補充していく。じゃあ手札。あ、ノブさん除去ルーンや。サタンワンチャンあるな。でもここでサタン出さないやったらもういつ出すんって話になるでしょう。何点？今一番面で確定してるのは5点、7点、11点まではあるか。政治で11点まではあるんか。
政治で11手まである。でも結局この2枚展開したところでさ、出せるカードが除去できるのが11、攻撃力1なんですよみんなね。って考え、もうサタン行くか。サタンでディース引けばもう終わりやろ。リーサルではないよな、だって相手これ。一番嫌なんが、オリビエやね。オリビエサタン。私に任せな。さあ、歴戦。買おうか。買おう。よし。ディス。あ、沈黙の魔女。沈黙の魔女を出したところで、他のカード出せなくなっちゃうんで、ちょっと負けるかもしれないね、これ。次でリーサルはあり得る。次でリーサルはあり得る。うん。逆に向こうから来なければ俺の勝ちだし。ただ4点ぐらい出るでしょ。アルビダとクイブレとか。ただ相手もけどカード使い切ってる感が、まあそんでもないか。ロイセ、なるほど。守護展開ってことは俺まだ大丈夫なのかな。よし、いける。いけるってか勝ったんじゃないか、これ。アスタロット引いた。さらばだ。ありがとうございました。マスターランク昇格です。あそこ勇気持ってサタン出してよかった。はい。2連勝を収めたことによってもう自動的にマスター昇格です。あのね、好きなんだよ、秘術が最近すごい。ちょっとみんなに黙ってたけど。そう、ロイヤルでもなく、エルフでもなく、ネクロでもなく、ドラゴンでもなく、今僕はこのデッキをちょっと今愛してます。まあ、マスターになったからにはね、ちょっといろんなデッキを多分使えると思うので、はい。まあ、ある程度なんか負けることを恐れずにね、こういう感じの攻めの姿勢を崩さずにね、今後もシャドーバスやっていこうと思いますんで、皆さん今後とも引き続きね、変わらぬご声援をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。いやー。気持ちよかった。